どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。カーブ一本縛りでアマゾネスクリアしていきましょう。試合いきまーす。ゴー！はーい、ギガバイス 0.5 ゲーム差。いいね。勝って優勝しよう。とにかく勝つ。絶対勝つ。1ゲーム勝つ。何が何でも勝つ。やっていきましょう。はーい、その苦笑で返されると気が抜けるでやんすね。はぁ、楽には勝たせてくれないけど、あえて言うならば気持ちで勝つ。その考え案外確信ついてると思うで。はぁ、株だけ。あれ？俺は？株だけどこ行ったんや。うん。株だけさん、この試合。大丈夫。サクッと終わらせてギガバイスと優勝決定戦だ。はい。こちらもしっかりデータ取らせていただきます。あー、なるほどね。別にいいけど。ではシンプルに。株だけさんにとって勝つために一番大事なことって何ですか？それは、勝ちたいという気持ちだ。そう。気持ちだよ。うん。まさか精神論。その通りだよ。でも選手は機械じゃない。それは前提だな。うん。どんなに才能があっても選手のモチベーションが低ければ数値通りの活躍ができないよね。パフォーマンスを最大に引き出すためには勝ちたいという気持ちをどこまで高められるかということなんじゃないかなと。なんてね。いいね。株竹さんに勝って優勝したいので絶対負けないでください。やってやろうじゃねえか、この野郎。え、純潔さん、なんで？なんで純潔さん来てないの？ちょっと電話してみよう。ダメだ、繋がらない。一人少ないけど。ちょっと、やだな。じゃあ、なりきりで行きましょう。はい。いや、今回は新たにね、ピンズいますから、ショート。頑張ってもらいましょう。試合開始。いやー、頑張ってもらいたい、これは。せめて、だから、まずゼロで抑えて、先に先制してくれたら嬉しいんですよね。0.5 ゲーム差だから、こう、なんとかここをね、勝たないといけないですから。相手はどうだ？あ、あれ？エクスプレスって、スピードのチームか、多分。なんか、似たような企業を見たことがある気がする。行きましょうか。いいね。3点先制してくれたということで行きましょう。堀江。はい。一気にまずは抑えましょう。おい。これは、ショーフライだね。よしよっしゃ。いきなり1点取られちゃったけど大丈夫か？いきなり、あ、でもパワーそんななさそう。あれ、エクスプレスっていう割にはなんか総力ないんだね。なんでだろう、珍しい。珍しいっていうかイメージ通りじゃないなっていう。ちょっと待って待って、危ねえ。結構5失点っていうのは恐れるけど、まあ、怖いけど、まあよかったよかった、勝てて。いやー、ゾッとしますね。本当に。こんなになんかこう、点数、能力が低いとやっぱり、不安は不安ですから、何にせよ。よかったでもなんとか抑えられて。さあ、なんとか勝利しました。実績で1位。あ、いいじゃん。勝ったでーすと。何もないから、この、なんでなんちょっと。何もない。なんかあるから来なかったんだろうな。ちょっとやだな、それ。さあ、もう忘れないよ。負け運一発消して、あとシュート回転と軽い球、軽い球か。このままのまだホームランとかしょっちゅう出やすくなっちゃうんだよな。せめてちょっと対左打者も消しとこう。よし！これでどうだ？タイプだいぶ消えたんじゃない？全然あるじゃん、まだ。伸びもクイックも、うわぁ。しかも怪我しやすいのか、俺。ちょっと嫌ですね。そういえば変化球なんとか上げなきゃいけないんで、ここは練習します。おい、フリーケットいいね。で、チーム寮行ったらお母さん。はい、じゃあ、ボランティアで、赤やってみようかな、来た。これ前回やったやつか、きっとだから。前回やったのが赤なんですね、色的には。おー、じゃあ変化球の投げ込み。どうだ？これはどうだ？ほとんど見どころがない。これ見どころなかったら俺もう何もできることないんですけど。マジか、休みまーす。マジか、ちょっとショックだな。かなりショック、ないって。はい、レベルアップ。さてさて、どんどん変化球上げていこう。もうこうなりゃ、カーブだけマックス。自主トレやりますよ、と。またアリスペシャルコースか、やってみよう。おい。何か減るかな？回復ランクか。まあまあ大事だね。はい。チーム事務所行きます。はい。野球教室行って、この東だな。さあ、そして、おいね、どんどん上がって。チーム人気も良くなってきましたね、だいぶ。おい。チーム設備91万、結構溜まったね。じゃあ練習グラウンド一気に増やしますか。はい、終了と。そして、能力アップしていきます。変化量すげえな。まあ、カーブなんですけどね、と。あった。あ、ちょうどいいじゃん。オッケー。これでもう変化球やる必要ねえかな。
あとはこういう投手のなんていうかコツとか、コツはないにせよちょっとずつ上げていくしかないですよね。筋力ポイントが欲しいな。回復しよう一気に。多分これが最後のなんか休みになりそう。全然寝れない。ダメだこれ。全言撤回だわこれ。普通にこんなの寝れなかったらどうしようもないわ。あ、何？何？あ、君選手だったのか。そういえばユニフォームを着てるな。へっ確かに矢部君は一番いまいち目立たないかもね。私は今の今までマネージャーだと思っていたぞ。もっと興味を持ってほしいでやんす。何もいいことなかった。まさかの、あ、チーム寮お母さん。はい、じゃあ、続けて。野球教室。西、行きましょう。どんどん評価上げて、あ、何？アロマグッズ買い。あ、でも、やる気上げ、やる気はあるんだよな。入りたい球団。どうしようかな。球団を選ぶ。やっぱね、株だけ。株、カープ、カープ、広島東洋カープ。あ、考え直せない。間違えた。うん。ごめんね。すごいくだらない決め方しちゃって。カープファンの方すみません。よいしょ。さてさて。あ、でも、良くなってきた、だいぶ。うん。ようやく株だけ能力3桁来ましたね。待ってました。ようやくだよ。伸びもなんとか直したいな。クイック回復、ここら辺だな。うん、直すとすれば。待って、なんか直せそう、まだ。どうだ。シュート回転、まだ全然無理か？全然だ。筋力アップだな。あーと、休みましょう、これは一気に。ガーッと。うぃー。全然寝れねえじゃん。どうしよう。あ。あー、テイクバックからインパクトの途中で体の軸がブレてるわね。はーい。ルナさん。なるほどね。的確にボール捉えられないわと。ちょっと変わって。シュ。おー。いいね、スイング。体重移動がスムーズで軸もブレてない。なるほど。かわいい。おい。お前この野郎、やめろ。よかったら今度一緒にキャッチボールでも。練習？それともデート？データさん相変わらず面白い人ね。うまく促されてしまいましたね。なるほど。今日は変化球から行こうかなって。カブダケさん、こんにちは。データも来てたのか。今度の試合二人とも頑張ってね。私は買い物があるんで。もう帰るのか。うん。何？データ、もしかしてルナさんのこと。やる気下がっちゃったよ。いや、だってそりゃ、データ野球うめえかな。そりゃ勝てるかっていうと微妙なとこあるかもしんないけど。でも負けたくないや、やっぱり。自主トレ、やりまーす。アリスペシャルコース、少しでもちょっと欠点を消そう。はい。一打席勝負。勝負するよ、やってやろうじゃねえか。叶わないのか、当然結果。あー、マジか。何か、下がれ。シュート回転、よーし。よかったー、なんかなくなった。さあ、ここは相変わらず、ちょっとチーム人気をどんどん上げていこう。ビラ配りだな。やっぱ原点に戻って、西へビラ配り行きまーす。やった、パワードリンク、ラッキー。あ、でももう終わっちゃうわ。いよいよだね、株だけくん。はー、なるほどね。そうだね、もう優勝決定戦ですから。頑張りましょう。アビル代表のおかげで自分の可能性はすごい広がった気がします。いろんな意味で成長した。あー、そう。俺？あー、どれか欲しいものがあるか。じゃあ、はい。技術強化極意書で。あー、あとで届けよう。あざーす。お、やる気アップ。やった、最後やる気上がるのありがたいですね。さてさて、じゃあどうしようか、最後は。なんかやっぱ、投手の悪い能力、軽い球消していこう。で、回復も消して。あー、伸びクイックが残っちゃったな。でもだいぶ減ったんじゃないですか、最初と比べて。あ、だいぶ最初と比べては良くなったような気もしますね。ちょっと打たれ強いぐらいな。あと緩急もクソもないんだけどね、球速ないから。そうですね、精神ポイントが異常にあるのも気になりますが。あとなんか変えるんじゃない？そしたら。保留でいいかな？でもなんか精神ポイント下手に使うよりかは。何か変えそう。あ、でもピンチに強いのはいいかもしんない、案外。ちょっと一応買っておきましょうかね。買っておいて。よし！さあ、というわけで、お、最終形態、いいじゃん、145ってなりに。次回へ行きたいと思います。次回、最終戦ですね。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。
動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。